どうも無職界の神です。あーみんなお疲れです。動画見てもらえばわかるけど、先日俺生まれて初めての面接という関門で落とされちゃって、この聖人君子と言われた俺様を不採用にしやがってということでね、クソったり。今までの面接は札幌の時計台レベルだったけど、今回は中国の韓国館くらいの高さはあったよね。ちょっとよくわかんない例えだな。よくコメントで寄せられたのが、副業というワードは言ってはいけないみたいなのが多くて、一応言っておくと副業がバレない方法って原則ないんよね。どのみち副収入があると住民税額がドカーンと変わるんで、結局そこでバレるのよね。一応バレない可能性のある方法として、確定申告や住民税の申告するときに徴収方法を自分で納付にするに選択して自分で払う方法もあるんだけど、それも自治体によるしね。まあそれで会社側に不審に思われたところで、こっちが副業の口を割らなきゃいい話なんだけども、ガンプラの転売で儲けてますとか、ハンドメイドのアクセサリーをフリマで売ってるんですとか言ってれば副業とは見なされない可能性はあるけどね。一応副業って法律上では禁止されてるわけじゃないし、むしろ推奨してるようなところもあるんだけど、会社側によっては禁止にしてたり、禁止にしなくてもいい顔しないところが多いっていうのは現状で、あとは個々の会社の副業規則による。まあね、副業することで本業の方に支障が出る可能性があるっていうのは、まあ否定はできないから、副業禁止にしてるっていうのもまあ理解はできるのよね。俺も副業禁止の会社側の気持ちはよーくわかるよ俺は。ということで、副業禁止にしてる会社は全部潰れボケ、個人の可能性は潰してんじゃねえぞ、要件の狭い貧乏カンパニーがよ。はい、という感じでね、完全に八つ当たりといった感じで文句言ってるわけだけども、文句言ってるお前の方が要件狭いだろっていう鋭いジャックナイフのようなツッコミは勘弁してね。まあ人類っていうのは失敗を繰り返して成長するもんだから、成功することを学ぶにはまず失敗することを学ばねばならないっていうじゃん。これも全て今後の糧となると思ってプラスに考えていきましょう。まあ、今回は無職の男が見事に就活に失敗してしまったんで、まあでもなんで落とされてしまったのかは予想はつくんよ。神の顔が足りなかったに違いねえ。ということで、これから就活期間に行こうと思うわ。え、就活期間に行ってる暇があれば就活でもしてろって。まあ言うて本業なくても毎月マネーは入ってきてる状態だから、家族には一切迷惑かかんないんで、まあ家に俺がいるっていう迷惑はかかってるかもしんないけど、まあ、とりあえずもう少しこのまま YouTube だけちょっと頑張るわ。数ヶ月の間は無職 YouTuber やね。響き悪い。そんで無職になったらなったで、ちょっと困ったことがあって、今までは仕事の片手間に走行シーンの撮影やって、家では動画編集やら他の副業やら家事やら子供の相手もやったりで、時間というものがほとんどない状態でやったから、逆に今の状態がなんか落ち着かんのよね。生きることは呼吸することではない、行動することだ。ということで、いろいろ大きな企画を今後は考えていきたいと思います。はい、そんな感じで、今回行くところはバイク神社とも呼ばれる小川神社ってところに行ってみようと思います。秩父の奥の方に鎮座してる神社ということで、なぜバイク神社と呼ばれてるのかは全然知らないけど、なんか有名っぽいね。バイクの交通機関でも有名らしいけど、今回俺が目的なのは就活機関なのよね。まあ別に問題ないと思うけど、とりあえず一旦道の駅足学部を休憩地点として目指します。今回はまた小丸峠を通っていこうと思います。イニシャル D でも出てきた伝説の悪路とも呼ばれる俺の大嫌いな峠です。ヤビツ峠の次に嫌いな峠ゲス。ジェス。小丸峠、到着しました。相変わらず枯葉やら苔が散乱してるわ。道がガッタガタないよこの峠。マジで初心者にはおすすめできん。カーブ地点の道ですら陥没してるから、スピード出したらあの世行きよこれ。ガードレールもベコベコで、いかにここが事故の聖地なのかよくわかるわ。ライダーにとって鬼門なのが次のカーブの先の道ね。このカーブの先にあるトラップが、ほらこの陥没、これやばいっしょ。硫酸の溜まった落とし穴レベルの陥没よこれ。前回こいつにはまって危うく事故りかけたからね。はい、今回はわらじカツ丼食うんで、こちらの店はスルーします。いやこの道は狭すぎ&ブラインドすぎて、カーブで車とすれ違うのはマジで困難だから気をつけてみんな。もしここで事故ってニュースで、無職系 YouTuber 脳筋ライダーさんが未明秩父の山林で遺体で発見されましたとかニュースになるとか最悪だからね。とりあえず事故には気をつけて走ると思いますわ。さっきさ、道の駅足学部で休憩してたら、ちょっといいっすかって話しかけられて、後ろ向いたらなんか、蒙古タンメン中本みたいな、いかついおじさんがいて、いや俺とっさに、無職ですいませんって、何もしてないのに、謝罪しそうになったぐらいビビったからね。それぐらい金髪で、見た目が蒙古タンメン中本だったから、なんだろうと思ったら、どうやら890デューク R を初めて見たっぽくて、ちょっと見せてくれないみたいな。まあ別に見る分にはいくらでもどうぞって言って、1分間くらいいろんなところを、新鮮な若い女体を見るかのごとく、凝視してたから、なんか知らんけど怖かった。
はい、それだけです。なんだろう、道の駅で謎のおじさんに話しかけられるバイク女子になったような気分だったわ。いやちょっとびっくりしたわ。まあ、バイク女子なんていろんな男からナンパされるだろうから気をつけてね。あのバイク女子はね、バイク界隈からしたら希少な存在だから、下流の天輪ぐらい希少だからさ、まあ、だから少しでも気持ちよくバイクライフを送ってほしいから、行動が見てる男性諸君は道の駅でバイク女子見かけてもそっとしておいてあげて、かっこイケメンを除く。はい、ということでもうすぐ小鹿野町に鎮座してるというバイク神社に到着します。この小鹿野町っていうところはとよくわかんないけどライダーを歓迎してくれる町なんだそうで、話を聞くところによると、ライダーを見かけた瞬間に生きがえらいだための美女が一斉に走り寄ってきて、わらじかつと一緒に食ってくれるっていうね、もう最高の町じゃねえか。毎日来たるわ。しかしながら今のところ特に歓迎してくれるムードはないですね。もうとっくに小鹿野町に入ってるんだけども、一向に美女のお出迎えがねえな。ワンピースのウイスキーピークなんて、海賊が島に入った瞬間から島民から食事や酒で熱烈な歓迎されてたというのに、小鹿野町にはそれがありませんね。はい、とまあ冗談は置いといて、はい、そろそろバイク神社に到着しまーす。バイク神社、到着しました。はい、就活期間が無事済んだので出発しまーす。これでもう次は余裕で採用だな。はい、次はわらじかつ丼で有名な店、東大門っていうとこかな。東大門っていう店に行こうと思います。星4超えの店で、レストランの隣が精肉店になってるんで、いいお肉が食べられること間違いなし。ちなみに俺の中で一番は道の駅足やくもにある食堂のわらじかつ丼が一番好きです。なんだかんだ最終的にここに行き着いちゃうんだよね。今回は果たしてそこを超えることができるのか楽しみですね。はい、ということでそろそろ東大門に到着します。東大門到着しました。メニューはこのような感じとなっております。見ただけでよだれが垂れてきそうなラインナップです。1キロオーバーのわらじかつ丼も気になりますが、多分食べきれないので普通サイズにします。はい、来ました、大好物のわらじかつ丼。これはうまい、うますぎる。サクサクとした食感に甘じょっぱい、このタレが最高。伊豆の海鮮丼も見習ってほしい一品となっております。やりますね。はい、ごちそうさんです。いや普通にうまかった。わらかつランキングでいうと足がくも食堂とタイの1位だね。あっぱれ。はい、という感じでね、いや無職って明日の仕事のこと一切考えなくていいからいいよね。出勤という概念がないわけだから、それだけでちょっと人生気楽になった。無職こそ至高。明日は通勤時間帯の新橋にでも行って、通勤中のリーマンを見て心の中で応援しながらコーラ飲んでますわ。はい、まあ冗談は置いといて、まあ、今回の動画は普通の無職のツーリング動画になったわけだけど、まあ、たまにはいいでしょ。 YouTuber もいつまでできるかわからんし、やっぱり家族もいることだしね、それなりに手に職は持っておきたいから、まあ、今年中にはさっさと就活は終わらせようと思います。はい、そんな感じで終わるかな。高評価してくれるとモチベになるんで、みんなよろしくお願いします。 Twitter、 インスタもやってるんでフォローお願いします。はい、それではお疲れです。